ここで勝利監督インタビュー。塚田さん、ありがとうございます。塚田さん、塚田さんと監督とビビです。すいません、いつもお腹にやすいます。本当に、まずは勝利おめでとうございます。率直な感想を聞かせてください。Odlično, utakmica, odličan rezultat, dobro, malo teže nego što ste svi očekivali, jel? Ali mnogo je teško dobiti utakmicu gdje su svi od vas koji ste bili ovdje već upisali tri boda, a mi ih nismo ni počeli da odrađujemo. Tako da čestitam momcima, imali su strpljenja, to je bilo najvažnije danas, nisu gubili veru, igrali smo naš fudbal i na kraju smo napravili rezultat, a najvažnije iz ove utakmice su tri boda. まず内容もですね、結果ともに、素晴らしい、試合だったと思います。今日に関しては本当に最後までですね、うちの選手が我慢強く戦ってくれたということ、今日のようなですね、順位がうちよりも下のチームと戦う下位チームとの戦いということで、皆さん足を運んできてくれる皆さんはもう試合が始まる前から勝って当然だと思われたかもしれませんが、そういう試合ほどですね、難しいものであって、ただ今日はうちの選手たちがですね、最後まで自分たちを信じて、戦えたということ、そして勝ち点差をですね、もぎ取ったということをすごくね、評価したいと思います。監督としてはたくさん言いたいことや思うこともあると思うんですが、次節に向けてまた意気込みを聞かせてください。Ja bih volio da vas vidim i na sljedeću utakmicu ovoliko u ovolikom broju, a volio bih da rezultat bude ovakav na kraju isto za nas. Tako, dođite da nas vodite, ja se nadam da ćemo da odigramo još jednu dobru utakmicu i da konačno možemo da napravimo neku seriju, da uđemo, da, ako možemo pričamo se, da uđemo u seriju i da pobeđujemo do kraja, što da ne. たくさん、のお客さんに足を運んでいただけたということで、次回の次の試合もですね、同じようにたくさんのお客さんにですね、足を運んでいただけるよう、サポーターの皆さんにですね、足を運んでいただけるように、お願いしたいと思います。で、結果もですね、今日と同じような結果、内容を必ず、そういう試合にしますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大口監督でした。ありがとうございました。さて、続いてヒーローインタビュー、ドラガン・ディミッチ選手です。まずは勝利おめでとうございます。率直な感想を聞かせてください。Hvala puno. Reći, bilo je teško danas, ali na kraju imali smo strpljenja, taj jedan jedini gol je bio dovoljan za današnju pobjedu. 本当に、厳しい試合、苦しい試合だったんですけど、選手みんなが、我慢強く、粘り強く戦えたということ、それが勝利につながったと思います。さて、ご自身、素晴らしいボレーでゴールを決めてくれました。お気持ちはいかがですか？シゴのサデノーラクシェ、クラスウタクツザルシライ、クラスポポベリクラスティダレビオ、サノエロ、ポステシェ。本当に、この試合をですね、この試合で結果を出すことができてホッとしています。で、今も本当に、満足感でいっぱいですし、本当に今日はいい試合だったと思います。ありがとうございます。それでは最後にサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。お疲れ様、samo da ponovimo ovu igru danas, ali sa boljom realizacijom, ja mislim da neće biti problema. Hvala puno. 今日のような内容、そしてですね、最後のフィニッシュの精度を上げていくということ、そこがまさに、修正戦でもありますし、でそこをね、もっともっとゴールを決めれるように、最後のところ精度を上げていけるように、これからの試合でやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ディミッチ選手でした。